長沢露説は1794年41歳の時に一時広島に滞在して多くの作品を残しているんですけどもこの藤越鶴図もその一つになります、えー、曲実を背景に縦長にビューンとデフォルメされた婦人の横を群れを成した鶴が規則正しく飛行してますようの図になりますこの少しへちゃげたような、ね、鶴の形っていうのはよく露説が用いた表現で非常に特徴的でめちゃくちゃ面白いですね あとこの富士山の雲間の墨のにじませ方っていうのもああろせつぶしやなーっていうのが感じられる非常に面白い作品になっております。